キチャンネル。こんちょん。こんにちは。速報ニュース。はい。はい。まあ、勝手なニュースなんですけど、ね。はい。これはもうピックアップニュースです。うん、世の中で、皆さんが気になっていることをさぞやピックアップにしてニュースにするという。はい。いつも一人でやってるんですけども、はい、今日はみんなでやるっていう、うん、それぐらい大きな問題です。はい、それは何か、うん、ソフトバンクの人的保障問題です。はい、はい、まあ、近藤選手はね、そうですね、ソフトバンクに来て、うん、多分近藤は A ランクだから、 A ランクは人的保障をプラスお金ですか。お金だね、うん、お金、9年選手の 0.8% の金銭取るか、人的保障プラス 0.5% の金銭、うん、はい、でも人的保障いくやろな、日本ハムの。そうですね、今の感じだとね、うん、で誰を28人プロテクトするのか、はい、これをね、うん、考えていこうっていうね、はい、ところで、はい、あれ、峰井選手は何ランクなんでしたっけ。峰井は C でしょ。 C だから保証がじゃいらない、うん、でも峰井も入るんだよね、これプロテクトしなきゃいけないらしいんだよ。あ、そうなんですか。そう、保留者名簿にもうその時点で入ってるから、峰井もプロテクトしなきゃいけないっていう話聞いたんだ。へえ、これはね、ってなった時によ、はい、じゃあ絶対プロテクトする選手ね、はい、まずつもりね、うん、で又吉、はい、で東浜、はい、で和田、うん、石川、うん、大関、はい、藤井、うん、坂東、松本、うん、泉、で俺はもう武田翔太、はい、はもう絶対プロテクトやと思うね。もう武田投手も、うんうん、俺はね、はい、でキャッチャーが今これで何人ですか。11人もこれで、うん、これは絶対多分プロテクトすると思う、うん、今年の、はい、成績上ね。でキャッチャー、はい、甲斐、はい、で渡辺陸選手、うん、これはもう絶対プロテクトすると思うね、はい、ね、うん、で次、はい、野手、うん、今宮、うん、柳田、はい、牧原、うん、栗原、うん、三森、うん、野村勇、うん、周東、うん、柳町、うん、で、上林、お、上林選手で井上、井上、はい、智也選手、うん、で、中村晃、うん、で、正木、外野、はい、正木選手、うん、多分この選手は絶対プロテクトすると思う。25なのよ。おー、もう25。で、あと3人なのよ、はい、で、あと3人の中で選ぶのが、こっからね、はい、香山、うん、分かんないよ、はい、ここから誰を選ぶかで、佐藤さんただ予想ってことですね、いや、丸つけないよ、はい、ここから3人をあと選ばなきゃいけないから、はい、香山、風間、うん、田上、甲斐の田中、谷川原、峰井、川瀬、久喜、海野、佐藤、多分ここらぐらいから3人は絶対、3人を俺はプロテクトしなきゃいけないと思ってて、でその中ではやっぱ最有力候補はやっぱ田上はやっぱ入れときたいね、はい、やっぱいいピッチャーだからね。いや、香山いらないと思う。香山ですか。香山、香山と和田さんを外すと思ってました。でも取られたら終わりやで、年齢的な問題。でも今年も6勝してんだよ、和田。7勝4敗だよ。でしかも今年の去年のあのリリーフ陣考えたら5、6回を安定して投げれるって外せないよ。だって香山も56試合投げて 0.99 よ。うん、いや、香山投手はやっぱ入れるよな。だあと、だ私森投手とかも、あと、だから森をどうするかなの。森、うん、取る日本給料めっちゃ高いよ。あ、確かにな。お給料払えるか問題ってのが出てくるのか。そうそうそう。いや、でも近藤選手に払う分があるから。うん、今年外国人は取ってない。で、あと谷川がと峰井を入れなきゃいけないんだよね、うん、で、峰井、さすがに俺、うん、峰井は入れなくても、うん、キャッチャーは取らへんやろと思ってる、うん、私もそう思いますね。アリエル・マルティネスも、まあ、キャッチャーもできるし、外野もできて、はい、伏見取ってるから、うん、だから俺は峰井は入れなきゃいけないけど、入れなくてもいいんちゃうかと思ってる。あ、伏見選手決まってたばっかですからね、増えて。でも谷川は外野を守れるから、うん、ひょっとでバッティングもいいしね、肩もいいし、うん、ひょっとしたら取られる可能性あるから、うん、谷川が多分一番人気だと思うね、日本ハムからすれば。
日本ハムからしたらどこのポジションが一番欲しいですか今。全部でしょ、だって全部なんですけど、あとリリーフも欲しいよな。伊藤博美の問題があってね、うん、だってだからあの西武からさ、はい、あの現役ドラフトで松岡、うん、取ったじゃんね、はい、だから多分リリーフを取りたいっていうことを考えたときに、はい、だから下位の田中正義、森か谷川がで、俺はもう久喜とか海野とか もう入れなくていいと思うね。キャッチャー絶対取らへんから、うんうん、で川瀬、佐藤も若干ちょっと省かれちゃうんだよね、うん、近藤も来るしね、うん、ってなったら取るとしたら下位の田中、森、谷川やと思うね。リチャードはないですか。あの野村ジェームスいるから別にリチャードいらんやろ。正直ポジション的には野村君よく怪我するんで、俺は日本ハームにリチャードはいらんと思うけどな。魅力俺はもう野手だったら谷川が入るか入らないかの瀬戸際で一番守備もいいし、キャッチャーもできて外野もできるし、結構ハムにとったら狙いどころやと思うね。だから今年の成績でいうと1軍では2割3分4厘、2軍19試合しか出てないね。だから3軍とか行ってたのかな。そうか、怪我かな。下位の田中正義、森どうする。いや、ここ結構魅力的なピッチャー多いので、もう心を鬼にして実績関係なく評価するとしたらよ、はい、来年のリリーフね、津森、又吉、モイネロ、オスナ、泉、香山、松本、っていうところになってきたらよ、人結構いますね。森がそんなに優先順位として高くならへんと思うね。あ、下位の投手も、うん、ってなった時に岡山と田上入れたら、はい、あと一人だと、うん、でこれ未定をもし入れてたらもう終わりなんだよ、はい、うん、そしたら谷川か甲斐野か田中正義か森行くやろ。なんかこう未来の風間投手とか、なんか身長ドライチですからね。ドライチの風間くん取ったりとか。昨年のドライチですから、ね、そうなんですよ。そこを外すのかっていう。入れちゃいます。ドライチ守りたくないですか。だってまだ2年目とかじゃないですか。はい、武者修行行ってますよ、はい、うん、そこを取られるって結構しんどくないですか。これでも、その時されてなかったらハムは全員来てほしいと思います。いや、私も取りに行く気がするんですよね。片山も入れる。いや、で入れたくないですか。じゃあもう、峰井は外す。まあ、伏見選手来たから絶対、うん、そこはもう戦略上ね、うん、もう戦略上取らない、うん、じゃあもう風間入れるとしたら、はい、香山、風間、田上入れて、うん、そしたら甲斐の田中、森外すね、ピッチャーを、はい、うん、じゃあ、甲斐のとか取るんじゃ。いや、ありますね。ここの中で言うとか、高橋レイ。あ、高橋レイあるな。私もそうですね。新庄さんやっぱアンダー好きなんでね、うん、変則好きなんで。え、高橋レイ投手、これプロテクトしなくていいんですか。いや、そう、誰か外さなきゃいけないから、ね、そうですよ。誰か入れるんじゃなくて、誰か外すをまず考えなきゃいけないから。優先が下がってしまいますよね。人が多いな、うん、多いんで、いい選手多いんで。上林選手とかも絶対やっぱプロテクト。上林外す。いや、まあ外野はもうね、上林、僕外してても取らんと思いますよ、新庄さん。上林外すか、じゃあっていうのはやっぱり外野手あんだけいっぱいいるんで、うん、で矢沢くんもいるじゃないですか、うん、そう、矢沢くんも来て、今松本剛選手もいて、江越も取ったじゃないですか、うん、まあ、トイレで。ってことは外野の補強は十分でも、いないから取ってんでしょ。十分っていうと上林と正木だったらどっち外す。中村晃もいる。中村晃いる。中村晃外す。外せないか。いや、なんか中村晃選手外したらここ取りに来そうな気もするしな。正木と上林どっち外す。やったら上林外すけど、外します。じゃあ上林外して、まあ、近藤もいるしね、はい、じゃあ上林外して、じゃあ高橋礼選手か甲斐野投手。うわー、これ迷いも編成で大変ですね、うん、田浦とかどうなんですか。いや、でもそしたらもう甲斐も外すしかなくなるじゃん。どっち取るか問題だね。うーん、香山外す。香山外せないでしょ。え、香山君は甲斐野と高橋礼どうする。いや、私は甲斐野投手プロテクトしたいけどな。僕もね。じゃあ高橋礼外す。外します。で、高橋礼が移籍します。え、じゃ あじゃあもう高橋礼か森行かれるね、これだと、うん、まあ、この殺人してるプロジェクトだとですね。だからもうね、香山、風間、田上、甲斐野、田中正義、森、高橋で中から誰か一人いなくなると思う、うん、風間投手はもうプロジェクトですから。いや、だからそのプロジェクトするかしないかで。あ、しないかでですね。ここが多分この香山、風間、田上、甲斐野、田中正義、森、高橋でが、うん、多分プロジェクトするかどうかの狭間なところってことですね。そうだと、ここが考える、うん、この上の
つもり又吉、東山、武田、和田、石川、大関、藤井、坂東、松本、泉は多分絶対プロテクトされると思うんだよ、うん、武田翔太もさすがに外さないと思うの俺はね、うん、ってなったらこの後のところがで誰をプロテクトして外すかだから、うん、多分この中の誰かが移籍すると思う。あ、私もでもドラ1は、はい、私もプロテクトする気はしますけどね、風間投手はね、もし漏れるなら絶対取ると思います。だからこの中の誰かが、うん、やっぱピッチャー取りますかね。ピッチャーやろやっぱり、うん、ピッチャーやと思いますけどね。だってこんだけいいのがいたらやっぱりな、うん、はい、取るよな、うん、多分これやと思う。そうですね、正直。うわ、だからもし里崎チャンネル的に言うと、うん、このプロテクトがこの選手になったから、はい、全員の競技の結果、うん、森か高橋玲だね。それぞれじゃあ発表してください。誰がどっちかするかですか。 GM です。じゃあもし俺が日本の GM だったら森行くな。私も森投手行くと思うな、うん、外れてたら、うん、外れてたら私も森投手高いけど、うん、後ろも見ないしな、うん、でやっぱ勝たさなきゃいけないし新球場で、はい、外れてたらもう森行くな、うん、私も森投手だな。そっちの方がなんか安定感あるし、うん、高いけど、まあ近藤選手出ちゃったからっていうのでその分の金額払う気がするな、うん、で先生誰。僕は高橋で移籍ですね。やっぱり中でも先発でもいけるっていうところを考えて、うん、だってそれに誰がもし武田翔太外れたら武田翔太行くし、うん、で甲斐の外れたら甲斐の行くし、うん、だからその外れた人が行くよ、はい、森が入っても外れた人行く、うん、もういいピッチャーが移籍ってことですね。そういうことですよね、うん、いいピッチャー多いですもんね。森か高橋玲やな、佐々木チャンネル的には、うん、でも一般的に言うと加山、風間、田上、甲斐の田中正義、森、高橋蓮の中から誰かがいなくなるような気がする、はい、まあ、野手ではないですか。いいからねピッチャーが、うん、野手だともう谷川原ぐらいですか。で先生はリチャードって言うんだけどね、うん、野手はね、うん、とかだから、まあ、でもピッチャーにピッチャーの方がいるのに行くと思うな、うん、そうですね、うん、ピッチャー移籍な気がします、うん、あとピッチャーって何言ってもいいって言いますしね、うん、そうだね、もしそうね、あんま苦しみましたから、うん、本当に、はい、でまたねその速報が出たらね、はい、また一人とって、はい、ピックアップニュースお伝えします。というわけでもね、里崎チャンネル的には、うん、こういうね、結果になりました。はい、はい。